赤？一緒に上がるもん。赤かな。これ落ちるかい、ちゃんと持っていけないよ。時間のやつは獲得を作っちゃう。帰省して参加する補佐丼が増えてきたので、2月の第2土日で行うことになっています。人数は34名で、そのうちの12名が高中小学生で構成されています。というのも、小学校の方でも文化祭で披露したりとか、それを見て自分もやるやるということで、参加してくれる子どもたちが多いですね。将来残ってもらって、盛り上げてもらわないと継承できないということで、うちの息子も孫も喜んでやってくれてますので、そういう形をずっと続けていけたらなというふうに思ってます。最初兄の方が先にやってて、自分がそれについていって、でこう地域の人たち、地域の子どもとかとも遊びながら神楽してですね、でそこからどんどん覚えていったっていう感じなので、やってる時はずっと帰ってきてますね。この今のままの夜神楽っていう形ですか、この形を維持できるようには頑張っていきたいですね。そのために帰ってきたりとかはしたいと思います。上手原は若い補佐丼が多くて、活気のある伝承活動をやっていると思います。
私たちの地区は、まあ、後継者育成ということに昔から力を入れてまして、子どもの頃からこういった地域の文化に触れるということはとても大事なことじゃないかなという、まあ、考えのもとで、育成活動を行ってきました、まあ、どうしても地域の方々の、まあ、人数が減っていくという中でこの夜神楽を残していくかって考えたときにやっぱりこう地域からどうしても外に出てしまう県外への就職であったりとか進学で出ていった子どもたちが、まあ、帰ってきてくれるということはすごいとても助かることなので、まあ、そういったことを見越して、まあ、子どもたちの育成に昔から力を入れてきたので、まあ、その効果が今出てきているのかなと思います。この長く残すっていうのがとても重要になってくるので、まあ、約50年経つんですけれども、まあ、さらに50年続けれるように振る舞いであったりとか準備であったりとかそういったものも含めて、さらに続けていけるようにしたいなと思ってます。